リチャード・ライアンは北アイルランドのレーシングドライバー。父親の趣味がレーシングカートであったため、幼少の頃からカートには親しんでいた。9歳でカートレースにデビュー。1996年にフォーミュラ・フォードで四輪レースに初参戦し、その年にはフォーミュラ・ボグゾール・ジュニアのシリーズチャンピオンに輝く。 1998年にもフォーミュラボグゾールジュニアに参戦し、シリーズ2位。また、元 F1 ドライバーのジョナサン・パーマーが主催する、フォーミュラ・パーマー・アウディに参戦し、1999年にはシリーズ2位となるなど、ヨーロッパのジュニアフォーミュラではその名を轟かせた。2000年は、スポーツ・レーシング・ワールドカップ、フォーミュラルノーに共に、スポット参戦している。 ヨーロッパのジュニアフォーミュラで活躍していたライアンであったが F3000 などの上位クラスにステップアップするチャンスに恵まれず方針を転換し戦場を日本に求めて2001年に初訪日全日本選手権フォーミュラ日本に参戦を開始した2002年は一旦シートを喪失したが第3戦ミネよりダンデライオンレーシングから復帰し その後2005年までの間チームの主力として活躍した。その間2003年には第5戦鈴鹿にて初勝利を飾り、2004年は優勝者が6人を排出するなど混戦模様のシリーズとなっていたが、第2戦菅および第4戦鈴鹿で勝利を挙げ、2位、アンドレ・ロッテラーとは全くの同ポイントながら有効感想着順が上位のため、ダイアンが年間チャンピオンとなった。 一方、2002年からは全日本 GT 選手権、GT500 クラスにも無限、ドームプロジェクトの NSX で参戦を開始し、NSX が得意とする、第6戦モテギで、初勝利を達成する。2003年はニスモに移籍し、スカイライン GT-R を操って、第2戦富士で勝利し、シリーズ3位と躍進した。2004年は、日産陣営のエースである。 元山明のパートナーとなって、日産の主力チームである1号車のフェアレディ Z をドライブすることになった。開幕戦の岡山と第6戦のオートポリスの2勝を挙げ、シーズンを通じて安定した成績を収め、シリーズチャンピオンを獲得。日産の2連覇に貢献した。また前日の通り、ライアンはこの年、フォーミュラ日本でもチャンピオンに輝いたことから2冠を達成しており、 彼のドライバー人生において最良のシーズンとなった。翌2005年もチームパートナーとも体制を継続してスーパー GT に参戦し第3戦セパンで優勝するなど前線したがシリーズ3位に終わり日産3連覇の夢は達成できなかった。2005年で一旦日本を離れチャンプカーや F1 へ挑戦することを目指したがシートを得ることができず 2006年のスーパー GT 第4戦、セパンから F1 に進出した山本サコンに代わって参戦し、復帰戦で2位表彰台を獲得している。2007年は再び、元山明とコンビを結成し、シリーズチャンピオンを狙う。開幕戦の鈴鹿で2位、第3戦富士で勝利、第6戦鈴鹿で3位と3回表彰台に上ったものの他のレースは、 全てのトップ10県外帰リタイヤという浮き沈みの激しさが足を引っ張ってしまい、シリーズ8位と成績は低迷した。2008年からは、トヨタ陣営のトヨタチームセルモに移籍し、トヨタ陣営のエースの一人である、立川雄二とコンビを組んで参戦している。第3戦、富士 500km で優勝。これでライアンはホンダ、日産、トヨタ3メーカーで優勝を経験したことになる。 2009年からは、ダンデライオンレーシングに復帰し、フォーミュラ日本に参戦する。また、冬季開催の国別対抗戦である、A1 グランプリに2006年冬から2007年春にかけて、アイルランド代表として、出場、最高位5位、総合19位に終わる。ありがとうございます。